はい、無事片山津温泉に着きました。片山津温泉沿岸割と一通が多いので、ちょっと大仏さんここに置いて、これからレンタルサイクルでね、自転車を借りたので、これで向かいたいと思います。それではいざ出発。いや、いいね。ブロンブロンブロンとかっていう音がしねえのと、ウインカー出さなくていいのかってちょっと不安になったけどいいじゃありませんか。足の湯縁側、こんなところがあるね。うわ、でもこれ普段バイクで慣れてくるとバックミラーがないっていうのがすんげえ怖い。ここ、えらく立派なホテルっぽいけど、潰れちゃったんだ。売り切れだって。売り切れか。初めて人工雪を作ったところかな。中谷さんとかっていう人の、そういう方の研究施設の場所です。ああやってね、橋を渡って入り口に行くというね、なかなか現代建築ですよ。白山展望広場。なるほど。白山展望支天井。向こうの白山連峰の方が見るようなところなんでしょうけども、まあ、そこにね、こんだけ鳥がいるとだいぶ気になるよね。ギター弾く指さなきてと、こういうのをね、見てると、なんとなく出てくるのが、この曲ですね。So for USA、いいよね。時の波に消えた Oh My Friend です。時の波に消えた Old My Friend。かっこいいね。サイクリングロードに出てきましたよ。白山連峰眺めつつ、またしても戦闘機の音がするんだが、今日はズームレンズだからこれぐらいまで拡大すれば映るかなとか思うんだけど、気づいた時にはねもう遅いんだよね。これオートフォーカス取ろうとするとこれ難しいよね。うん、戦闘機を取ろうと思ったって無理だわ。オートフォーカスだよりじゃあ多分ダメだね。しかしまあこれなんだ、これいいよね。ススキの方がいっぱい散らばるサイクリングロード。サイクリングロード終了かな。いい感じですよね。やっほいー。
片山津温泉街、なんか江戸時代にね、この藩主の方がこの地に鷹狩りに来てたら妙に水鳥が集まってると、調べてみたらそこから温泉が湧いてるということで、池っていうか湖の中から温泉が湧いてるわけですから、かなり苦労して温泉を引き当てたらしいですね。もうね、足の筋力がないね。これぐらいの坂でよう登りきらないよ。来るときにどちらに泊まろうか悩んだ大江戸温泉はこちらですな。えらいガランとしちゃったホテルだな。加賀観光ホテル潰れちゃったな。潰れちゃったんだ。こんなでっかいホテルが、マジかよ。館千秋湯とかね、その辺をだいぶ楽しみにしてたんですけども、はい、実は今やってないというね。はい、本当はねこんな感じでね、館線で回れると。あ、お一人様800円なんだ。こんにちは。ここらの人かいね。三重県からやってきました。このジェットバート片山津町のもんや。あ、そうなんですか。来たことねえにゃ。あ、そうなんですね。初めて言うもん。って言ってる間に、なんかここに戦闘機です。あ、噴水上がりました。噴水。ちょうど今地元の方がね、初めてここに来たんだっていう地元の方なのに。はい、ただここから見えるね、白山連峰が晴れてるから本当は綺麗なはずなんだけど、ガスってるからダメだなって。雪がねキラーンと光ってすごいらしいんですわ。残念ながらちょっとそれは見えないですね。弁天堂の様子。片山津温泉拝湯所、薬師如来像を安置してるんだって。紅葉がちょっと終わりかけですけどね。こんな綺麗な池が作ってある足湯があります。はい、どの辺から電池が切れてたのかわからないけど、足湯まで戻ってきました。こういうのが温泉街っぽいよね。うろうろと回ったんですが、割とね片山津温泉、あのメインどころのところをね、一本入るとお姉さんにお風呂なところがねいっぱいあってね、うわうわなのか。お寺さんとかね、その辺とかに行く道のメイン道路沿いにもね、ポンとあったりとかして。これももう潰れてるホテルなんだね。よっこいしょ。2周回ってきたら偉かったわ。こちら323号室とね、こんなね格子戸がついてます。で開けてがっつりちょ、まあ、お部屋の方はこういうところが玄関となっておりまして、そしてお部屋が
んな様子、うわ、ひれえ。お部屋の窓からの眺めがこんな感じ。おお。